願いします。筋肉ワン、あ、テロップを書くわよ。タン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 、ヘイヘイヘイ。この枠は21時30分から22時までとなっております。こんばんは、千畑様にもすけ様、ありがとうございます。この枠は何を作るでしょうか。やばい、ツインテールが本当に嫌だ、どうしよう。何だろう、何が変わったんだろう、わからない。ポストします。もしこの世界から故郷が消えたら話すことなくなるのに。ありがとう、星投げカウント、ありがとうございます。にゃん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 、へいへいへい。ツイートしたよ、ポストしたよ。ひなた様、ありがとうございます。ぜひ皆さん、星投げこの枠3周できますので、3周よろしくお願いします。ビルマ、ビルマ様ビルマ様、タワー、ありがとうございます。ありがとうございます。今からじゃあ愛情を込めてパフェを作ります。パフェ、パフェ。ちょっと待って、イメージ画像をもう一回見ていい？イメージ画像、グラスパフェを作ります。ビーフストロガノフ、ストロガノフじゃなかったって。ちゃんと丸3文字だったじゃん。おしゃれ、ビーフストロガノフ。なんかもう見慣れてきちゃった。適応能力の早い人。ちょっと今日は髪の毛がボサボサですが、気にしないで。よいしょ。よいしょ。メイドさん？はい、メイドの、何にしようかな。メイドの名前何にしよう。
今イベント中なので皆さんぜひ星投げカウントしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。星投げカウントよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご主人、よし。なんかね、作り方とかはないので、あくまで私の感覚でやります。まずはちょっと手を拭かせていただきます。そう、我流感覚きっといけるさ。のレシピよ。空いてた時間もずっとメイドだったのって、そこはね、そこはご想像にお任せします。お任せいたします。こちらグラスを用意しましてグラスを用意しまして、まずはバームクーヘンをね入れます。どんぐらいなんだろう。え、外とかでさ、カフェとかで出てくるパフェを想像する。どういう感じで入れてるっけな。こんぐらい、こんなものかな。いや、本当の写真はコーンフレークだったんだけど、ちょっとバームクーヘンにした。入れすぎ、こんなものか。え、多いのかな、わからん。ちょっと待って多ないって。いや、こんなものだよ。だってほら、コーンフレークはさ、結構さ予想より多いなってこと多くない。あれ、なんか思ってたよりコーンフレーク多いなって。だからそれそれ。そしてヨーグルトを入れますヨーグルトを入れる。煽られてるよ、煽られてるよ。ブルガリアブルガリアブルガリアヨーグルトを、そんなものか。どんなものか。これは私何でもかんでも入れすぎる。あ、待って、ちょっと違うかもしれん。なんか想像と違う。もっとさ、あれ？なんか想像と違う。なんでやろう。なんかさ、想像はね、私のこの見てるね、イメージ画像はね、コーンフレークがさ、見えてるの。だから下はこう、あ、こちらの面を使わせていただきたいと思います。こちらの面を、こちらの面で対応させていただきたいと思いますはい、そしてアイスクリーム、アイスクリーム、ワクワクせん。こういうアイスクリームってめっちゃワクワクせん。レディーボーデン、ワクワク
人生で食べるの2回目。アイスクリームどんぐらいやろう、わからん。もう適当に入れます。あ、絶対に、ちょっと待って、大型が出てるかも。待って、なんか違うな、私の思ってた、なんか思ってたんと違うけど、なんか大丈夫そう。あ、でもこちらの麺、まあ、そしてホイップ、ホイップクリーム、使い方が分からん。ホイップクリーム、私ホイップクリームそんなに好きじゃないんですけど、ちゃんとぽいかなって思って買ってきた。大型に失礼だって。そう、大型はみんな仲間だと思ってる。いきます。分からんけど、どうする今、私が直飲みしだしたらみんな一瞬困惑する。いきます。うわ、あ、なんか思ってたんだ違う、なんかやばい、ミスった。やばい、ミスった。順番を間違えた。どうしよう、順番を間違えた。先にベリーブルーベリーソースだった。あ、なるほどね。あ、待って、そっか、さ、そういうことか。あ、間違えた、大幅に間違えた。どうしよう、ヨーグルトを入れてブルーベリーソースを入れてアイスクリームを入れてホイップクリームでした。やばい。まあ細かいことは気にしない。どうしよう、じゃあちょっと2層にしようかな。こうやってさ、こんな感じでしょ。あ、なるほどね。ちょっとどうしようちょっと思ってたのと違う。初めからなんかちょっとテンション下がっちゃった。テンション下がっちゃった私。事前練習が必要かもしれない。ちょっとリベンジしようかな。リベンジしよっかな。一からやり直そうかな。一応もう一つグラスあるの。もう一つグラスあるんだけど、どうする。一からやり直すべきか、やり直さないべきか。やり直そう。はい、ということで、こんばんは、こんばんは、どうも。ちょっとなんかツインテール失敗しちゃってさ、すごい嫌なんですけど、まあ気にせずにやっていこうと思います。はい、ということで20この部はですね、21時45分から22時までの
15分枠となっておりますので急いで、あ、皆さん今日 何作ると思いますか？丸々作りって書いてたんですけど、タイムテーブルにはね、実はドゥルルルル、あー、パンケーキ惜しい、あ、ケーキ惜しいね、惜しい、もうちょっと隣ぐらいのやつ、あ、ビーフストロガノフ、まあ、おしゃれだけどね、あ、プリン、あ、確かに3文字だからね、プリンでも違いますね、あ、あんま、あ、正解の方がいた、そう、パフェを作りますパフェを作ります、早速やっていきます。もうちょっと説明は省略します。まずはよいしょ、バームクーヘンを、多分結構これはあの底にね、上からヨーグルトとか入れるんですけど、あんまそこにやら、え、難しい、どうやって敷き詰めたらいいんだろう。コーンフレークの、そう、代わりに敷き詰めていって、え、ちょっと詰めてもらいまして、やばい、私ってさ、もしかして不器用？まあ、そして上からヨーグルトを入れます。はい、ヨーグルトを、ちょっとじゃあ真ん中近くに入れまして、そしてまあ、そしてブルーベリーソースを入れます。うん、あ、なんかまあ、そしてそしてアイスクリームですね。アイスクリームを入れます。ぬるま3周50カウント完了しました、ありがとう。アイスクリームを入れます。ちょっとアイスクリームがスプーンから離れてくれないよ、助けて、アイスクリームスプーンから離れん、クリームを入れます。ヘイ、そしてまあ、ホイップクリームを絞る。そして、キウイ果物を乗せていきます果物は事前に切ったんで、それをね、きれいに乗せていこうかなという感じですかね。はい、でもう一度確認、まあいいや、感覚だ、こういうのは感覚だ。よいしょ、いい感じに行こう。
まあそんな感じでそんな感じで、はい、この時間は萌えゼリフをね、普段言わない萌えゼリフをたくさんお届けしたということで、いや、やっぱりなんか苦手だなって思いました。本当に本当にやっぱ苦手だなって思ったけど、まあ、皆さんが喜んでくださったので私は嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうみんな、このこの時間もね、星のアカウントありがとうございます。参集してくださったかな。やっぱり恥ずかしいな。なんかチャートリーだからさ、結構萌えゼリフとか慣れてるでしょって言われがちですけど、やっぱりね、いつまでたっても慣れないものですよ。どうしたん。そう、でもそう、この配信は、この枠はね、癒し作りということで、少しでも皆さんの癒しになれてたらいいなって思います。私ありがとうございました。そう、癒し作り、癒しになれたかな。もうじゃあ、お見せするとね、私の作りたかったのはこれ、私の作りたかったのはこちら、反射して見えんけど、私の作りたかったのはこれ、できたのはあれ、あれ、みんななんか優しい、完璧、そっくり、いいじゃん、ありって、え、あれ、おお、本当本当本当、みんなが褒めてくれたから機嫌を取り戻した、単純な人、本当大丈夫、あ、ちょっとこう言わないと、この人なんかよくわかんない、変なテンション下がったまま終わるとかいう感じじゃないの。大丈夫そう。心からの言葉ですか、それは。あ、馬もありがとうございます。もちきゅうさん、花火いっぱいありがとう、ありがとう、あ、嬉しい。じゃあちょっと機嫌が治ったので、じゃあ約束をしてたあれをやりたいと思います。じゃあちょっと待って、うん、あ、あ、お待たせしました、こちら、考えてなかったこちら、愛情たっぷりのさやかパフェです。それでは皆さんご一緒に魔法をかけてください。いきますよ、せーの、萌え萌え、キュッ、ダメだな。分かった、ちょっと待って、一旦待って、ちょっと一旦今のなし、一旦なしにしよう、ちょっともう一回言っていい、
次はいける気がする。次はいける気がする。次はいける気がする。はい、ということで完成しました。さやかパフェです。皆さんいきますよ、せーの、萌え萌えキュー。ということで壇上を読ませていただこうと思います。はい、13位から13位からようちゃんさん様、ゆずきち様、かずさ様、まーくん様、あやじい様、やんかー様、ひゅーがひゃん様、ゆうたくん様、ちばた様、いっこう様、お疲れ様、もちきゅう様、ビルマ様でした。ありがとうございました。やばい、この配信、この30分でさ、テンションが上がって下がって上がって下がってでした。今何分？時間は大丈夫？59分。じゃあありがとう。みんなこの後は22時45分からさせていただきます。まる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 公演しますということで、じゃあせやかパフェあげるので、この後も一緒に走ってくださると嬉しいです。バイ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 。ありがとうございました。はあ。